世系のね音色をね紹介したいと思いますけど、まあどういったものがあるかというとですね、これがすごいですね。見てくださいこれ、ね、MS20EX、 これこのパッチングの、カットオフとレゾナンスで、さすがスムースですね。このポル6、ポル6の EX という音源ですね。よくねあのポル6の、ね、特徴が出てる。これアルペジエーターもねしっかりついてるよね。このエフェクターのねこの感じ、このアンサンブルのエフェクトがねやっぱりね私はポル6好きだったんだけど、しっかり再現されてるのがねめちゃくちゃ嬉しいですね。いろんな音色バリエーションがありますね。2台の、ポル6、EX。これは分厚いわ。次にね、AL1 アナログシンセサイザーいってみましょうかね。これハイクオリティアナログモデリング音源としてオアシスにね搭載されてましたけど、まあ音の抜けアナログらしいところがねしっかり下げ携わってますね。さすが。よくできてるね。このフィルターの具合がいいね。いいね、このシンクの感じがたまらんね。いろいろね動くような感じ、そのしっかり再現されてますね。いろんな音が聞こえてきますね。聞きがね素晴らしいです。次 MOD7、 これいってみましょう、VPM FM シンセシスね。これもやっぱりね、クロノスならではの音源だよね。この金属感のあるやっぱり LAP がやっぱり FM シンセシスね、私は好きだな。やっぱり想像力がかきたてられます。もちろんクロノスにはここにジョイスティックのねこれついてます。
ここで音色がこうガンガン変わる。もちろんプログラミングは、このようにね、もうパッチングでできちゃいますね。オペレーターがこうあって、こうね、パッチングして、で、各オシレーターのいろんなね、パラメーターを動かす。ね、プログラミングはね、決して簡単ではないけど、まあ、奥が深くて、まあ、やってて、プログラミングして非常に楽しいですね。いいね、こういうね。本当にね、どんどん曲が出てきちゃうね、俺。止まんなくなっちゃうね。こういったクリスタル系のね、こういった音も FM だなって。これ素晴らしいね。もちろんね、効果音的な音色とかね、もうすぐなんか映画で使えそうなね、音色が多いですね。じゃあ次 SDR 音源いってみましょう。 SDR 音源というのは物理モデルで、物理モデルの中でも弦楽器に特化した物理モデルなんだけど、こういった音がしますね。でこれでジョイスティック動かしてみたら、もう尋常じゃない変化をするわけ。
もう弦が引き伸ばされたり、溶けて平らになったりみたいな、そんなイメージ。音を聞いてみましょう。もちろんハーモニクスなんか簡単なの。これしかもハーモニクスで波形が切り替わってるんじゃなくて、実際に弦を、弦が張ってあって、そこの中心の部分を押すことでピッキングすることでハーモニクスがなるわけだから、連続的にね。これ2つの波形がクロスフェードしてボリュームが変わってるとか、そういうことではない。実際に弦がを物理的に押さえて、真ん中で押さえてることでハーモニクスがなってる。このシタールはね、本当 PCM じゃ絶対に出ない、領域に行ってますね。もうすごいです、はっきり言って。ベース。ベースなんては、ベース弦がまず太いのと、弦がしなる感じ。これは PCM じゃ絶対に出ない。これをもっと積極的に使うことによって、こういった音もできますね。こういったこうね、なんか、不思議な世界観とかね。これも弦を実際に擦ってるというね、状況の音なんでね。というようにね、STR1 音源というのは、リアリスティックと現実にはない音の領域までいけるんで、非常にクリエイティブな、ね、音源といえますね。